こんにちは、ひかりです。今回はね、ハードオフ、オフハウスのね、お買い物中実況になります。まずはオフハウスのおもちゃコーナーです。ここね、トミカがね、一時急にね、いっぱい入り出して、まあ、そっからはね、まあ、ぼちぼちって感じなんだけど、今回はこの1台だけかな。なんか新入荷っぽい新入荷は。あとはそんなでもないかな。やっぱりね、最近はね、この値札が赤に変わったんでね、新入荷が分かりやすいですね。ほんと今だけですね、これは。なんか分かりやすい。一旦赤だけ見とけば間違いないかな。例えば時間がない時とかさ、まあ、とりあえず新入荷だけ見たいって時はね、まあ、新入荷ボックスがあるとこは新入荷ボックス見ればいいんだけどね。で、下の方にもね、あ、トーマスに出てくるハロルドだね。懐かしいな、ちっちゃい頃から。割と俺ハロルド好きだった。トーマスに出てくる機関車以外のキャラクター結構好きだったかもしれない。でね、チョロ Q がね、多いんですよ。しかも割と売れ残ってるというか、うん。すごいね、チョロ Q 売れ残ってますよ。あとはまあ見る人が見たらわかるんだろうけど、ちょっとレトロっぽいトミカもあったりするんだけどね。しかも安いしね、ここは。そんなにトミカをなんか高く売ろうとしてない感じですね。チョロ Q みたいなのがありますね。まあちょっと、チョロ Q は今だったら100円かなって感じかな、相場は。今日はね、平日のね、昼間に行ったんですけど、やっぱりね、中高生がちょこっといたぐらいで、うん、そんなに混んでもなかったし。でも夏休みなんでやっぱ中高生はいるかなって感じで。あとはやっぱりおじさんおばさんたちもね、まあ、ぼちぼちはいるかなって感じで、そんなに混んでなかったですね。まあ、混んでたらこんだけ撮影もできないけどね。そんな感じで。このね、トミカコーナーがあるっていうのはね、まあ、このオフハウスね、そんなにね、おもちゃコーナーをなんかこう、全面に売り出してるって感じではないんだけど、一番店内の奥にもあるしね。なんだけど、割とね、掘り出し物があるんですよね。うんふん、ここら辺も箱入り。まあね、ミニカーはね、新品で買うとやっぱいいからね。新品はいいですよ、ミニカーの。さあさあ、そして、この辺も新入荷だね、やっぱね。新しい赤い値札に関しては、税抜き価格で書かれてますね。まあ、消費税が変わることへのね、対策らしいです。はい。ちゃんとね、お店にね、掲示物があって、申し訳ありませんが、2パターンの表示がありますって書いてありました。税込みと税抜き両方は書いてありますって書いてありましたね。あ、これ新入荷だ。これなんか可愛らしいよね、キャラクターのなんかキーホルダー。まあ、ガチャガチャのやつかと思うんだけど、100円でこんだけ入ってるのはね、欲しいキャラだったら買ったね。てか知ってるキャラだったら買った。これとかも新入荷なんだけど、ドラゴンボールかな。めちゃめちゃできいいフィギュアでね。うん、これがね、アベンジャーズ系列のやつだったらね、今の値段だったら安いと思いますね。で、僕は思う。別にドラゴンボール好きな人だったら今のも安いんだろうけど。で、謎の、これはなんだ、サンダーバードかな、わかんない。その辺のやつかな。このね、ボックスの中にもたまにね、こう、なんかオタグッズ詰め合わせみたいなのがあったりして、まあ以前ね、僕も紹介してるんだけどね、結構いいのがあるんですよ。で、こんな感じの箱入りも。まあやっぱね、UOキャッチャーの景品とか一番くじの景品の箱フィギュアはさ、ね、中古に出回りやすいですよ。みんな開けないんだね。あ、山崎正義。これは VHS かなんかについてきてるやつだと思うんだけど、のフィギュアだと思うんだけど、これもね、安いとこではすごい安く出てるんだけど、ここはそこまででもないかな。だから売れ残ってるんだけどね。で、ハリーポッターのほうきかな。まあ、ハリーポッターもいっぱいね、アイテム出ましたよね。杖とかも。ほうきはちょっと珍しいかな。ハリーポッター面白かったな。ただね、後半なんかホラー映画みたいになってきちゃったのがちょっと残念だったけど、でも最後まで面白かったですね。で、あ、そう。今回ね、ベイブレードが新入荷してました。しかも大量に。大量にっていうか、激安でか。しかもなんか、メタルファイトベイブレードとかっぽいやつとか、あとはシューターみたいなやつとか、いろいろね、入荷してたんですよ。これ辺とか。100円はこれ安いんだけど、今回ちょっとね、もうね、なんかね、暑さでやられてて買うの忘れたっていうか、今日はね、何も買わなかったんですよ。本当は欲しい LD とかもあったんだけど、暑さで体が疲れちゃってね、もう帰りたくなって帰っちゃったんですよ。そう、ここ遠いからね。で、まあ、そんな感じで。100円。安いんだよな。まあ、ベイブレードは今一つまだね、これが高い、これが安いっていうのをね、わかるわけではないので、僕が知ってるベイブレードはほんと第一世代のベイブレードなんですよ。ほんとベイブレードが出始めの頃しか知らないんで、当時は遊んでたけどね、ドラグーンとかね。で、こういう詰め合わせやっぱね、オフハウスのいいところはね、おもちゃの専門店ではあんまりない、もうめちゃくちゃな詰め合わせをしてくれるところですね。そんでまとめて100円みたいな、そういうのが楽しいんですよね。で、まあディズニーのナノブロックもいっぱいあって、今のも可愛いね。ミニーちゃんだね。可愛い可愛い。あ、これなんかいいんだよな、バズ。なんか色違いのバズみたいな感じで。1200円。うん、このシリーズのね、ディズニーのやつっていっぱい出てて、まあ相場300円ぐらいかな、1個。うん、でもまあ物によっては高かった。あと箱入りだと高いのはしょうがないですね。箱なし300円かな。これは何？今のドールはさ、リカちゃんでもバービーでもなかったよね。で、この辺がリカちゃんだよね。これね、この店舗ね、リカちゃん、バービーもよく入荷するんですよ。あ、かわいい、プーさん。で、僕、箱なしでいいんだよな。箱なしでもいいから、このシリーズめちゃめちゃ種類出てんだよ、確か。で、これはなんだ？なんかね、アメトイっぽいガールズトイだね。そして、まあ、ミニカー多いね、やっぱね。ただ、トミカとかじゃないとよくわかんないんだけど、動作確認済み、1500円、ハイパーレスキュー。まあ、これはどうだろうね。売れないかもしれないね、もしかしたら。うん、ミニカー多い。でね、この辺のトミカ系のプレイセットとかもあったりなんかして、うん。そして、下の箱の中っていうか、青箱だね、いわゆる。ブルーボックスっていうのかな？青箱かな？僕は青箱って言ったり、ジャンクボックスって言ったりするけど、まあ、ハードオフのジャンクボックスかな。ちょっとこれなんかブリキっぽい。ブリキじゃないのかな？なんかレトロ感あって、これすごいいいですね。まあ、子供が遊ぶ分にもいいんだけど、まあ、インテリアにもなるよね。なんか味があって、すごい見入っちゃいましたね。まあね、これがね、100円とかで安かったらね、買うかもしれないけど、まあ、すぐ必要っていうわけではなかったので、ちょっと今回はスルーになっちゃいましたけど。さあさあ、やっぱいいね。JR。クハって書いてある、クハって。クハ204153。どういう意味だろう。まあ、なんかの番号なんでしょう。で、まあ、プラレールのこういうレールとかさ、まあ、この辺はトンネルとかもね、やっぱり新品とかで買うよりも激安で買えますよね。最近ね、オフハウスハードオフね、クーポンが全然たまんなくて困ってます。割と言ってるんだけど、やっぱり1回ね、5ポイントだからね、辛いよね。前なの15だっけ ?20 だっけ？すごいポイントくれたじゃん、最初は。だからバンバン溜まったんだけど。この店舗やっぱミニカー安いよな。値付けがね、まあ言ってしまえば、まあ甘い。甘いというか、良心的というか。うん。ただこの店舗ね、そんなにね、店員さんの知識がないってわけでもなさそうなんだけどね。これとかちょっと古そうな。僕がちっちゃい頃遊んでたようなやつですね。下が銀のやつね、トミカの。かわいい、ディズニーのやつ。まあ、ミニカーってさ、中古になるとやっぱ傷とかがあるから、傷とかあるとさ、一気に価値下がっちゃうじゃん、自分の中でなんとなく。だからまあ、安く出してほしいよね。これ欲しいんだよな。アウンフィギュア。1600円か。うん。もうちょっと安かったら買うかもしんない。うん、900円ぐらいになったら買うかな。最近さ、このプライズ品のフィギュアとかさ、すっげえいいよね。まあ前から良かったけど、なおいいよね。だから出来は前から良かったんだけど、最近はラインナップが素晴らしい。これとかさ、もうベーダーのこんなでかいフィギュアあんのっていう。これね、まさかのセガですよ。ってことは I-O キャッチャーの景品でしょ？一番くじじゃないよね。やばーと思ってたら、あれはね、I-O キャッチャーのなんか設定厳しそうだよね。お、BB9、なんだっけこれ。うん。まあ、BBA との色違いかな。まあ、違うけどね。で、あ、これはあれだね。ディズニーのバスだね。あ、これはあれだ。チョコエッグ買うと、うん、もらえるキョロちゃんボックス。あれとかもね、今はちょっとね、高めだったけど、安いとこは500円ぐらいで出てるんで、うん。まあ、買った方が早いかなって気はしてます。で、ハードオフに来ましたね。まあ、来ましたねっていうか、同じね、建物内なんだけど、ハードオフに来て、チューナーが入荷してますね。ちょっとなんか、高級感のあるチューナーですね。そして、こっちには、オーディオ関係かな。イヤホン。まあ、ジャンクね。ジャンクコーナーなんでね。ジャンクじゃないのもあるんだけど、中古コーナーもあるんだけど、ね、これね、I-Oのポータブル CD プレイヤーが300円で再生 OK なんですよ。だからまあ、使える。一応動作保証こそないけど、使えるポータブル CD プレイヤーが300円っていうのはね、激安ですね。しかも、ガム電池じゃなくて、ちゃんと単三かな電池。なんで、これは使いやすいと思います。もちろん AC アダプターでも動くんだけど、まあ、I-Oだから安くしたのかわかんないけどね、ソニーのは割と高いんだけど、今回、でもここの店舗やっぱね、この辺のポータブルプレイヤーとか安い時あるからね。あれはね、別に欲しい人は買いだと思います。うん。で、まあ、イヤホンの延長ケーブルみたいなのもあったりして、まあ、オーディオケーブルとは違うのかな。で、これがジャンク小物って書いてあるけど、まあ、ジャンクカメラだね。ホルガーがありました、ホルガー。ホルガーがなんとね、100円だったんですよ。まあ、フィルムのホルガーだけどね、デジタルホルガーじゃなくて。まあ、フィルムのホルガー俺も持ってるんだけど、新品。あんま使わないっていうか、一回も使ってないかな。飾りですね。そして、こっちが、あれですね、PC パーツとかもあったりするんだけど、で、ショーケースがあって、ショーケースの中には、まあ、ヘッドホン、一応ジャンクなんだけど、ビーツとかそういう高級なやつがあったりしますね。意外とね、ショーケースの中も安いからね、この辺はね、ドライブレコーダーとか、カーナビなんで、僕、車は乗らないんでね、乗らないっていうか持ってないんで、自分のはね。なんで、まあ、基本的には見ないんですね。そんで、ジャンク CD コーナーですね。ジャンク CD コーナーもね、この店舗は割とジャンク CD の回転がいいんだよね。コーナー自体はそこまでバカに広くないんだけど、回転がいい。コーナーがあんま広くないんで、見やすいんですよね。めちゃめちゃさ、棚が広くて、ジャンク CD めっちゃあるとこあるんだけど、全部探してるとほんと日が暮れちゃうんですよね。日は暮れないけど何時間も1時間ぐらいかかったりするから、全部見るのにこの店舗ぐらいがちょうどいいかな。で、新入荷も割と分かりやすく置いてくれてるんですよ。棚の角とか新しいこうボックスとかで置いてくれてるんで見やすいですね。あと、まあ、並べ方とか棚の感じも割とこの店舗は有料店に入るんじゃないかな、僕の中での。うんで、まあ、ジャンク小物ですね。こっちがジャンク小物なのかなって感じはするけど、まあ、PC パーツとかもあるのかな。で、バッテリー、充電器とかね。この辺はね、ウェブカメとか、あと、PC 用マイクとかがあったりするんで、意外と掘り出し物あるんですよ。で、この辺が記録メディアコーナーなんだけど、まあ、新品のね、VHS とか、まあ、ある時はベータとかもあるんだけど、あとカセットテープもあったりして、まあ、MO とか MD とかもあったりね、しますね。で、今回ね、なんか、まあ、新入荷もほどほどにあったかなって感じ。割とここはありますね。たまにダットとかもあります。そして、レトロゲームコーナーになります。今回、レトロゲームコーナーはね、そんな見なかったんだけど、うん。あ、これかわいい。ミッキーのインク？違うな。なんだろう。テプラのテープかな？だね。テプラって今使うんかな？どうなんだろう。プリンターをさ、なんかシール用紙に印刷すればいいもんね、今ね。で、今回ね、LD がある程度入荷してましたね。まあ、VHD はね、これ、VHD は前からあったやつなんだけど、ちょっとね、あれなんだけど。そして、こっちが LD で新入荷ですね、この辺が。いいね。うんうん。なんか、懐かしの。あ、これね、007なんだけど、これね、なんで今日買わなかったかっていうと、さっき言ったように暑さにやられちゃったっていうのもあるんだけど、やっぱり持って帰るのにね、ちょっと、この店舗ね、袋有料なんですよ。まあ、最近そういう店舗多いんだけど、だからちょっと、と思って、まあ、今日はいいやと思っちゃいましたね。車で来た時に買おうと思って。まあ、売り切れちゃうかもしれないけどね。007のね、LD でほぼ新品でしょ。あ、これあれだ、ホットショット。トップガンの、まあ、コメディ版みたいなやつで、いろんな映画のオマージュしてて面白いですよ。スター・ウォーズのオマージュとか、面白いんだよ。ヘリコプター乗ってて、やばい、ヘリコプターがなんか重量オーバーだ、物を下ろせっつっていろんなもの捨てるんだけど、最後にグランドピアノを捨てるみたいな。なんでグランドピアノ積んでんだよみたいな。そんな感じのコメディ映画ですね。ごめんね、解説がちょっと下手かもしれない。噛むからな。噛むなよっていうね。LD、今回もね、ありますね、ジャンク系が。やっぱりエヴァンゲリオンとスレイヤーズは多いね。仮面の男。ここの子のね、店舗は LD ね、まあバカに多くはないけど、見やすいですね。店舗によってはね、もうLD って、ケースにパンパンに入れられちゃうとね、ほんと引き出しが重くなっちゃうんですよ。だからこの店舗はほんとね、陳列がうまい。そして、まあ VHS デッキとか DVD プレイヤーとか、LD プレイヤーとかね、ベータデッキとかあったりしますね。で、テレビとかもあります。はい。やっぱりこの辺が安いかな、ベータデッキとかあったりして。ね、売れないやつをね、割とね、値下げしてました、最近。うん。はい、ということで今回は以上です。よかったらチャンネル登録、コメント、評価ボタンお願いします。それではまた、バイバイ。